皆さん写真ライフ楽しんでますかどうですか最近まだ暑い夏がですね続いておりますけども今回ですねちょっとご紹介したいのが福岡で 秋におすすめしたい撮影スポット3選をですね、ちょっとご紹介していきたいと思います。まあ、これからですね、ちょっと秋が9月、10月、11月という形でですね、秋を迎える形になっていきます。その中で、準備という形でここがですね、ちょっと撮影スポットとしてめちゃくちゃおすすめですよっていうところをですね、ちょっと3つご紹介したいと思います。それとですね、ちょっと福岡県内ではないんですけど、ちょっと違う場所でですね、プラスアルファーとしてもう一つという形で、 ちょっと4箇所ですね、ちょっと今回ご紹介したいと思いますので、ご興味のある方はですね、よかったら最後までご覧いただけたらと思います。このチャンネルではですね、写真や動画に関するいろんなお話し,してますので、よかったらですね、最後までご覧いただけたらと思います。いいねやですね、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。では、早速やっていきましょう。 はい。じゃあ早速ですね、福岡で秋におすすめの撮影スポット3選。 プラスアルファをですね、ご紹介していきたいと思います。まずはですね、一つ目、こちらがですね、立石山というですね、糸島にある山なんですけれども、こちらがですね、めちゃくちゃおすすめです。こちらはですね、今回秋でおすすめはしてるんですけれども、実はこれ一年中結構おすすめなですね、撮影スポットになってますので、ぜひですね、まだ行ったことないという方ですね、福岡の方にお住みの方とか、近隣にですね、おすすめの方とかですね、ぜひですね、この立石山の方行ってみていただけたらですね、 かなこのですね、立石山での撮影って、別の動画でもちょっとご紹介はしてるんですけども、まあ、ここはですね、めちゃくちゃいいです。で、なんでですね、まあ、秋がいいのか、夏じゃ、今のですね、夏じゃなくて秋がいいのかっていうところなんですけども、まあ、暑いんですよ、夏は。 夏は暑くてですねしかも結構ですね、まあ、登山なんですよまあまあ登山2 3 0分ぐらい登山するのかなで結構ですねあのこうロップを伝ってこう登っていくような結構大変な場所なんですよねでそこでまあ最初はですね 森の中を歩くので、まあ日差しは遮られてるんですけども、途中からですね、ちょっと岩肌のところをですね、登りながらなので、もう日陰が全くない状態で日差しがものすごい強いんですよ。なので、夏場はちょっときついかなっていうところですね。まあ私も夏場にちょっと登ったことあるんですけども、まあかなり汗はですね、すごいですし、もう体中が暑くなってですね、結構大変でした。なので、できればちょっと涼しくなった秋ぐらいがちょうどいいの かなっていうところですね。夕日の時に撮影するなんかもですね、すごくお勧めなんじゃないかなっていうふうに思います。まあ真上に太陽じゃなくて、ちょっと斜めに太陽がですねあるぐらいの時が一番ですねおすすめな撮影のですね時間帯なんじゃないかなっていうふうに思っています。まあ税 もも絶景なんですけども、まあ、そこで例えばポートレート撮ったりとか、まあ、その風景撮ったりとかあとはですね、まあ、友達同士で写真撮ったりとかですね、まあ、ちょっと岩に登って、まあ、そこで,です、ね、ちょっとすごく綺麗な風景をバックにですね撮ってみるとかですねいろんなバージョンできるかと思いますのでえぜひ試してみていただけたらと思いますただですねここ結構ですねまあ230分ぐらいしか登らないんですけども結構 結構急なんですよロープをですね、まあ、握りながら登るような、えー、結構急なところなので、えー、たまにですねあのハイヒールとかちょっとですね底が。 暑いですね、靴を履いてくる女性の方とかも見かけるので、まあ、結構ですね、危険なので、あとはですね、ちょっと岩に登ったりとかしてですね、それでですね、撮影したりするのもめちゃくちゃちょっと危険なので、エスケープ損っていうのがあんまりないんですよ。なので、そういったですね、ちょっと運動靴とかで行った方がいいんじゃないかなっていうふうに思ってます。あとはですね、撮影にはですね、まあ、気をつけながら、まあ、落ちないように気をつけて撮影していただいたりとかですね、まあ、怪我しないように配慮しながら撮影していただくっていうのが一番いいのかなっていうふうに思っております。 まあ、ここの立石山です、ね、ぜひですすすねねぜひちょっっっとと行てててみていたただけたらと思っております続いてですね2つ目こちらがですね雷山千尿寺大悲王院というですねちょっと下を噛みそうな場所なんですけどもここはですねあの、まあ、秋、まあ、紅葉ですねやっぱりですねもみじとかそういったですね紅葉の時期に撮影するのにめちゃくちゃいいかなというふうに思っております、まあ、ここのですね大楓っていうめちゃくちゃでかい樹齢400年のですね めちゃくちゃゃくででかいカエデがあるんですよでそれがもう取りごたえがあるですね楓なので、まあ、是非ですねそのですね楓、まあ、をちょっと撮影してもらったりとかあとはちょっと中のですねお寺の中に入ってその和室のところからですねその大楓を撮影したりとかいろいろですね結構撮影スポットがあるんですよ。 そこですね。なので、そこにですね、行ってもらえれば、結構いろんな写真ですね、ポートレートとかも撮れますし、風景写真も撮れますし、まあ、いろんな紅葉写真っていうのもですね、いろいろ撮れるので、まあ、めちゃくちゃ楽しいんじゃないかなっていうふうに思います。ただですね、まあ、紅葉の時期っていうのはめちゃくちゃ人が多いんですよ。めちゃくちゃ人が多いですし、朝市で行ったとしても結構行列並んでるんですよね。なので、 本当にですね朝一で行った方がいいと思いますで昼ぐらいに行っちゃうともう本当にですねその 山の上にですねその雷山の山の上にそのお寺あるんですけどもずっとその山沿いの道がですね車で渋滞してるっていうですねことがあるので、まあ、その渋滞を避けるためにも朝一で行ってもらって、まあ、昼ぐらいになってくるともう人がですね多くなってくるので、まあ、なかなか撮影もですね難しくなってくると思うのです、まあ、その時にはですねもうう引引きき上上げげるっていう感じでもうその引き上げる お昼にですね、もう引き上げる時なんかもですね、帰り道の山なんかですね、車のですね、渋滞が反対車線すごいんですよ、登っていく車がですね。なので、その時はですね、あ、朝市で行っててよかったなっていう風にですね、本当に思ってるので、朝市とかにですね、行ってもらえると、まあ、結構空いてる時間帯ではあるのかなっていう風に思っております。はい。まあ、土日はですね、やっぱ多いので、平日の方がいいと思いますね。 はい。続いてですね、三つ目。こちらがですね、タイバルの胃腸というところになってます。まあ、これもですね、11月ぐらいがですね、まあ、メインの撮影時期になってくるので、まあ、ちょっと長いんですけど、先がですね。ただ、ここはですね、めちゃくちゃこの胃腸がですね、すごいですね。もう、ブワーっと一面イチョウで、 金色のでですすね世界になってますでおすすめなのがちょっとですね時期的には後の方がいいと思いますというのがその胃腸の葉っぱがですね下に落ちて下がですね黄色い絨毯みたいにですね真っ黄色になりますで上も黄色下も黄色という形で,ですねもう一面金色のですね世界になってるのでその時に写真を撮るのがめちゃくちゃおすすめなんですよ、まあ、タイバルの胃腸とかですね、まあ、駐車場もですね無料の分ありますしそういったですね、まあ、時間帯 とかですね平日のですね、まあ、ちょっと朝方とかに行くとほとんど人がいなかったりするので、まあ、そういった時間帯を狙って行ってみていただけるとですね撮影しやすいんじゃないかなというふうに思います例えばまあ土日とかに行って時間帯とかではですねもう本当に人がいっぱいで車も止めれないですしものすごい渋滞の場合もあるので、まあ、そういったところはですねちょっとあの避けていただいた方がいいと思うんですけども、まあ、平日の朝とかに行っていただくとすごく撮りやすいんじゃないかなというふうに思っていますで夕方とかも結構おすすめですよ、ね やっぱ夕日の中の中とかですねそういった場面で撮っていただいてもすごくいいのかなというふうに思うので金色のもう世界ですよ金色の世界のです、ね、写真をですね、まあ、撮っていただくと結構ですね、まあ、風景写真を撮ってもいいですしポートレートを撮ってもめちゃくちゃ面白い写真が撮れるんじゃないかなというふうに思うのでぜひです、ね、この辺ちょっと行ってみていただけたらと思います、はい、そしてですね、まあ、この3つの他にプラスアルファとしてですねもう一箇所ちょっとご紹介したいのがこれがですね福岡県ではなくて佐賀県なん 佐賀のインターナショナルバルーンフェスタというですね、まあ、バルーン気球がですね飛び交う、まあ、イベントなんですよ。これがですねまあだいたい10月の終わりから11月の初めぐらいのですね、まあ、何日間かやるんですけどもこれがですねめちゃくちゃすごいんですよ。 あのまあ、かなり早起きしていかないといけないんですけど私もですね朝の3時ぐらいに起きて、まあ、現地に5時ぐらいに着くぐらいの感じでいつも行って,てまて、あ朝,えー、朝日が昇る前にですね場所を確保して撮影をですね、えー、するっていう感じにです、ね、なるんですけども、まあ、めちゃくちゃ眠たいんですけどねただ、まあめねめ、めちゃくちゃ寒いですよしかも11月のですね初めの方なのでめちゃくちゃ寒いですし田舎なのでめちゃくちゃ寒いのでものすごい厚着をしていかないといけない んですけども、まあ、そういった中でですねやっぱりこのバルーンがですねいっぱい気球が飛び交うたくさんの気球が飛ぶってなかなか目にしないじゃないですか日本で。それをですねまあ見る でしかも写真をですねそういった写真を撮れるっていうのはすごく貴重なことなので、まあ、ぜひですねこの辺もちょっと行ってみていただけたらと思います朝日が昇るのと一緒にそういった気球のですね飛び交うのをですね写真撮るのってめちゃくちゃ映えるのでこういったのですねぜひですね撮ってみていただけるとですね面白いんじゃないかなっていうふうに思いますはいなのでまあ、朝ですね朝日が昇る中もしくはですねまあ昇った後、まあ、ちょっと青空の中に気球が飛び交うのもですね結構面白いので そういった写真もですね、ぜひ試してみていただけたらと思います。なので、まあ、秋に向けてですね、まあ、いろいろそういったですね、写真をですね、撮る準備、まあ、練習をしたりとか、レンズを揃えたりとかですね、まあ、どういう撮り方が自分に合ってるのか、どういう撮り方をすれば、えー、自分のですね、理想の写真が撮れるのかっていうのをですね、まあ、練習しながら、そういった秋に向けて撮影をですね、やっていただけたらいいかなっていうふうに思ってるので、ぜひですね、この辺、試してみていただけたらと思います。ぜひですねまあ、福岡で秋におすすめの 撮影スポット3か所ちょっとご紹介しましたそれプラス1か所 プラスアルバーとして、佐賀県のですね、ちょっとバルンフェスタをご紹介しましたので、まあ、ぜひですね、この辺ちょっと、あの、まあ、落ち着いてきたら、今のですね、状況が落ち着いてきたら、11月ぐらいにはですね、まあ、全然撮影できるんじゃないかなっていうふうに思うので、ぜひこの辺ですね、試してみていただけたらと思います。このチャンネルではですね、写真や動画に関するいろんなお話し,してますので、よかったらですね、いいねボタンやチャンネル登録の方、よろしくお願いいたします。ではまた次回お会いいたしましょう。バイバーイ